こんにちは、ABK TV です。前回に引き続き、転職前最後の旅でお気に入りのルート、福井県大野市から高山を通って長野へ行くという話の後編です。そして今回この道を癒しの旅としてご紹介したいと思います。このルートは高山から阿房峠を抜けて松本へ向かっていくもの。とても変化に富んでいて、かつ狭かったりくねくねだったりするんで、スピードが上がらないので、癒しの旅な感じになりますね。冬の準備が始まっている山道を高山市内からゆっくりと登っていきます。何年か前は阿房峠が困難な道だったようですが、今やトンネルができたんでショートカットして快適に走行できます。昔は相当困難な道のりで、このルート選択というのは仕事においては考えられなかったです。阿房トンネルを抜けると、上高地へ行くか松本へ行くかの分岐が現れます。羨望の思いを抱きながら川沿いに下ると、手掘りとは言わないけれど、それに近いレトロな感じの暗いトンネルをいくつも抜けていきます。このトンネルに似合わない交通量、狭いトンネルなんで左右の感覚が際どい感じ、気ぜわしいといえば気ぜわしいんですけれども、低速走行、時速30キロ20キロの世界なんで気持ち穏やかなまま走っていけますよね。アコースティックなチルミュージックを聴きながら下っていく、滑るようにいい感じです。途中道はダムの上を走ります。そこで休憩を入れながら、斜陽の中のダム湖の景色を一望します。巨大建造物に燃える私としては、素通りできないダムの存在ですね。
そしてその巨大な人工物と緑の絶妙なマッチング、絶妙というのはどうかわかんないけれども、私にとってはとても大好きな光景であります。こんな道が延々と続いていきます。
やがて松本市内、そこから高速に乗って長野へ向かいます。南アルプスに見守られた穂高エリア、ここは本当に穏やかな空気感に包まれていて、どこにいてもなんだか心和む美しい佇まいがあります。ここの中央を抜けて長野へ向かいます。そしてフィナーレは宇和捨て山サービスエリア、ここへ上がると千曲川流域の街並みが美しく広がります。夜なら夜景が綺麗です。これが最後の出張で人生の節目、そしてこのルートも次いつ走れるかわからない、車なのか単車なのか折を見てそんな時間を作りたいと思いますけれど、定かではない。私はこの癒しのルートを満喫しました。満たされた気持ちで次に進みたいと思います。ではまた。